19時42分ごろですけれども、宮古島の近海を震源とする最大震度4の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。まず震度の分布図をご覧ください。こちらが19時42分ごろの地震の分布となります。バツ印で表現されているところ、これが震源でして、宮古島近海となります。マグニチュードが 6.0、 そして震源の深さが40キロとなっておりまして、この地震で、宮古島市で震度4、また石垣市や多良間村で震度2、その他沖縄本島から西表島にかけて揺れを感じたということになります。でこのエリアの特徴なんですけれども、東の方にですね、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境目がありまして、そのプレート境界からこの下に向かって潜り込む、このフィリピン海プレートの境界のラインがちょうどこの辺り、震源の深さが 4,50 キロぐらいのところにあります。この辺りももともと地震活動活発でして、ちょうど同じような場所で2021年の12月にマグニチュード 6.1、 最大震度4の地震がありました。その時も震源の深さが39キロと、ほとんど同じ場所ということになります。最新の地震情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。